ボートレース下関の九州スポーツ杯争奪戦優勝戦第12レースの開始を迎えます。対戦メンバー1号艇沖津愛、2号艇奥島博一、3号艇山崎昭雄、4号艇川上武史、5号艇白石武史、6号艇山本隆之、以上6名です。本番も動きなく1、2、3、4、5、6、枠なり作戦待機行動。人気1号艇沖津愛で1コース。今シリーズ旋回力を遺憾なく発揮、もちろん船足の仕上がりも良好というところで、この優勝戦1号艇を手にしています。最後もしっかりスタート決めての逃げ、ファンの期待集まっています。そしてエース級強力パワーを誇るのが2号艇奥島博一、2コース。スタート全速でいけば、いくら沖津相手でも覗く、そんな可能性は十分ありますので、スタートいかに全速でキレを持って踏み込むことができるかという沖島。3コース3号艇山崎昭雄、今シリーズベテラン大いに沸かせてきました。4コースから4号艇川上武史に、5コース5号艇白石武史、大外6コース6号艇山本隆之、外の3人もさばきは的確という形で、第12レース優勝戦枠内3対3向かい風の中で、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。2コース2号艇奥島がさあスリット後覗いて寄せてまくりに行く。2号艇奥島、これがエース機のパワーだという形でまくり切ったか。あとは3号艇山崎、まくり差しで追走。2号艇奥島ちょっと手が浮いた。3号艇山崎が捉えたか。1号艇奥津も懸命に立て直す。後続は6番4番そして5番という形ですが、スタートは前提正常でした。さあ3号艇山崎が先取るか。2号艇奥島が差し込みを狙う。1号艇奥津とちょっともつれ合って、さあ3号艇山崎に対して1号艇奥津の方が接近ですが、3号艇の山崎が1点優勢。2番手1号艇沖津、3番手は2号艇奥島の3-1に2周目に入っています。後続は6番5番4番さあ3号艇山崎昭雄がトップで向かいます。2周1マークの旋回、1号艇沖津が鋭い差しで迫ってくる。3番手は2号艇奥島、1号艇沖津も接近ですが、3号艇山崎が懸命にさあトップを守ろうとするんですが、1号艇沖津が伸ばしてくる。さあ届くか。1号艇沖津、3号艇山崎の懐、3番手は単独2号艇奥島。見応えのある優勝戦となっておりますが、3号艇山崎が懸命に先に回る。2周2マーク少し流れて、1号艇沖津の差しが入った。逆転、1号艇沖津がさばいてきました。2番手3号艇山崎交代、3番手は2号艇奥島。レースは最終周回1-3-2、3号艇山崎2周2マーク少しロスがあった。1号艇沖津のプレッシャーに少し負けるというような形になったかというところで、それだけ追い詰めた1号艇沖津が一気にトップで1-3-2、最後の向こう上面です。1号艇奥津にとっては前節の唐津に続く連続 V、 通算38回目の優勝が見えてきました。猛追、なんとかさばいてファンの人気に応えるという1号艇奥津愛の走り。2番手は3号艇の山崎昭雄、惜しくもという形で、3番手は2号艇奥島博一。1-3-2、第12レースの優勝戦、1着は1番奥津愛、優勝のゴールイン。2着は3番山崎ゴールイン、3着2番奥島ゴールイン、あとは6番5番4番の順でゴールイン。第12レース確定をお知らせいたします。1着1番